とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー20周やっていきたいと思います。残り2日だね。残り2日となってるので、気合を入れてやっていきましょう。1個ぐらい頼むよ。それでは、1発目です。なんかいまいちな気がするけどね。どうだ？お、お、ちょっと待って。使える一発目結構いいんじゃない？リフレッシュさんついてるでしょ。で、虚無で重力は欲しいところかな。重力のアーティファクトシナジー結構いいと思う。うん、いやでも今持ってるやつとそんな変わりはないかな。あ、でも全然当たりだよ。当たり当たりで幸運が、あー、輝き1がついてるね。よろしくない。あ、トゥルースシーカーいいと思うよ。うん、一発目からそこそこの当たりが出ました。今日はいいかもしれないよ。どうだ。お、意外といいぞ。物がいい。あ、でもまあ反逆者は良くないな。うん、ソウルフォーカス1はいらないよ。こっちもダメだね。呪いの斧、重力はいらない。どう、重力が元からついてる。重力いらんって言ったよ。まあ下もね、若干微妙なのでいりませんね。はいはいはい、今日はちょっと物はいいかもしんない。3回目いきましょう。どうだ。おー、誕生終焉いいんじゃないですか。幸運。お、クリティカルさん。あー、なるほどね。クリさんでしょ。で、鋭利2つ入れてリフレッシュ。あー、でも重力欲しいんだよな。槍は、槍は重力欲しいのよ。アウト。横、衝撃破産か。衝撃破産はいらないね。うーん、リフレッシュもついてないし。あー、で259じゃん。なんかダメージ少ないなと思った。そういうことか。はい、次いきます。どうだ。なんかさ、これさ、この前動画出した時に、全く同じやつ俺見たことあると思うんだけど、気のせいじゃないよね。これすっごい覚えてる。ハイランドアックスが2つ同時に出たって。で、しかももう1個はこの登山装備だった気がするな。なんか一緒じゃない？びっくりした。デジャブだわ。まあ、クールダウンついてるね。クールダウンついてていい。いらないな。いや、ハイランド自体いらないんだよな。はい。なんかちょっと、この前と全く同じような感じが出ましたね。次行きます。どうだ？下は、うん、あ、いやー、ダイナモと重力はいいね。でも、あとはダメだな。横は良くないね。うん、これはよろしくない。次。次はどうだ？よくない。ケイブクローラー。ケイブクローラー使ったことほぼないな。まあまあよろしくない。いや、なんか、機会があればちょっと使ってみたいけどね。うん、コウモリも若干ダメージ与えるからね。まあ、とりあえず次です。どうでしょうか？あー、強固か。強固はね。お得だけども惜しい装備なんだよね。ポーションバリアついてるけども、1なんだよな。5秒間なのよ。継続時間が。それなんで、ちょっと、5秒間は使いにくいよ。まあ、クールダウンなしです。次。どうでしょうか。あー、貫通はついてるけどね。ダイナモがありません。ダメですね。こっちも、あ、無謀さん。うん、無謀さんは嬉しいけどね。よろしくない。こっちは。あー、惜しい。惜しい。まず黄金良くないし、エンチャントはね、ダイナモと魂の共鳴ついてるんで、一番右に、か黄金に流れ込む魂だったらよかったね。惜しい、惜しい。はい。おーと、なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。闇の刀2つ。衝撃波が良くない。衝撃波良くないね。真ん中は、うん、いやいや、微妙だな。
微妙です。ソウルフィスト。ああ、いやー、良くないかな。まあ微妙に使えそうな気はするけども、いらない。これから後半戦やっていきましょう。まあ後半戦一発目良くないね。プレートアーマーどうなんだろうね。いやでもこれはやっぱりフルメタルなんだよな。防御性能は変わんないんだけども、フルメタルは攻撃力が上がるのよ。攻撃力が 30% か上がるんで、よろしくない。まあまあ、エンチャも良くないけどね。次は、おー、なんか同じような装備が出たね。どう？良くないな。一番最初に出たやつの方が断然強い。で、同じっぽいやつ持ってた。持ってましたわ。こっちは？良くない。勇者をそろそろ出してください。お願いします。よろしくない。良くない。こっちも良くない。勇者、違う。クールダウン編成全くなし。こっちは、バーストボーストリング、ロールチャージはある。でも、クールダウンショットがない。イカはもちろんいりません。勇者来ない。勇者来ないよ。輝きがついてませんね。まあまあ弱体化と重力はいい。でも重力と虚無が一緒についてるところがちょっと惜しいかな。ピグリンいりません。無知。ぼちぼちかな。ぼちぼち。でも無知はね、範囲が狭いから重力がちょっと欲しいんだよね。すごい攻撃的ではあると思う。リフレッシュ、クリティカル、あと虚無とダイナモ。まあダイナモは2だけどね。どうだ？よくないなぁ。昔みたいに輝きで使っていけるかと思うけど、エンチャがねぇ。前ね、これに旋風つけて使ったりもしてたけど、実際旋風あんまり当たってなかったんだよね。次。これも良くない。ピンクはついてないね。はい。では残り3回いきましょう。ラスト3回、ウィザーが来た。ウィザー来たよ。いやー、どうだ？惜しい。惜しいね。欲しいのが2つついてるんだけど、まあ、肝心なクールダウン、ポーションバリア、ついてないね。惜しい。タンブルビーとヘルスシナジーついてんのよ。あと、クールダウンとポーションバリアだけども、その2つがなかなかね、欲しいな。横は？はい、ダメ。では、あと2回ですね。あと2回です。大いなる破滅よろしくない。ソーブレもちょっと欲しいやつあるよ。どう？ダメです。2つはいい。重力とリフレッシュはいい。あと、ダイナモと痛みが欲しかったかな。重力、リフレッシュ、ダイナモ、シナジーのやつは持ってるんだよね。そのシナジーを痛みに変えると火力がぐっと上がるからね。まあ、次、こっちはクールダウンとポーションバリアがつかないね。ほんとつかない。調子悪い。ラス1です。ラストが良くない。今日なんかケーブクローラーやたら出るね。やたら出る割にはいいのがつかないんだよな。ほら今回もだ。良くない。フレイムはもうもちろんね。はい、ということで、20周全然ダメ。まあ一発目はねそこそこのやつが出たんだけども、それ以降良くないな。今シーズンもちょっといいのは出そうにないですね。は
はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。